京都福祉局の有給休暇平均取得率グラフへの素朴な感想。東京都のページ、割とえぐいグラフのセルナ、がネットで話題。内容はこちら。東京都福祉局が明らかに作為的なグラフを作成し、ツッコミが殺到しているようです。では、熊本音さんのポストより内容を見てみましょう。熊本音。東京都のページ、割とえぐいグラフのセルナ。これはひどい。完全なる印象操作グラフですね。では次に、ネットユーザーの声の一部を見てみましょう。まずはこちら。まともなグラフなら、少しずつ改善してるな。その方向性でええぞ、で終わる話なのに、なぜ悪印象を持たれるようなことをわざわざやるのか。縦軸が0から始まってないだけじゃなく、目盛りが等間隔じゃない。ひどい印象操作だ。ほぼ横ばいじゃねえか、わらわらわら。印象操作エグすぎる。AI の方がマシや。なんで役人って詐欺師根性から抜け出せないんだろう、わらわらわら。数字は嘘をつかない。嘘つきは数字を使う。典型的な例ですね。おそらく有給休暇の平均取得率の増加を激増したように見せたかったのでしょう。要するに、印象操作を図ったということだと思います。次はこちら。さすがキティパイセンは仕事選ばないな。仕事を選ばないキティちゃん。キティをごまかしに使わないでほしい。東京都やばすぎ。さすがに行政腐りすぎじゃね。サンリオは東京都に怒っていいと思います。次はこちら。東京都、やりがい PR もダメ、給与も上げられないときて、いよいよ禁断のグラフ軸いじりをやっちゃったか。これチェックした人統計知らんのかな。こんなんがしたら普通に怒られそうなもんだけど。これ目盛りの値、等間隔じゃないじゃん。2%、2%、1%、2% ってやばすぎだろ。これは悪質。行政のやっていいことではない。まあ WBPC 問題を鑑みてもわかるように、東京都はいい加減なのでしょう。最後はこちら。本当に算数ができない人たちが、善意 100% で作ってる可能性があるんだよな。これパヨ系マスコミお得意のグラフじゃん、わら。つまり、都の内部もパヨちゃんに侵食されていると。上がってる事実が大事なのに、なんでこんなアホなグラフ作るのか。悪化してるわけではないのだから、素直にそのまま出したらいいのにね。微増ですが上がっているのであれば、いちいち印象操作を図らなければいいのにと思ってしまいます。結論。おそらくこの印象操作グラフを作った目的は、東京都の有給休暇平均取得率をさらに向上させるためだと思います。こうやって取得率が爆上がりしたように見せることで、右へ習えの風潮が強い日本人なら、有給休暇を取得すると踏んだのではないでしょうか。しかし、今はネットの時代です。こんな印象操作グラフを出せば、拡散され、批判を浴びるだけです。ただでさえ、小池都知事のイメージはあまり良くないのですから、こんな姑息な手法は使わない方がいいと思いますよ。ご視聴いただき誠にありがとうございました。まだチャンネル登録がお済みでない方がいらっしゃいましたら、チャンネル登録していただけますと、今後のチャンネル運営継続と、質向上のための励みになります。ぜひ、この機会に、チャンネル登録のほど、どうぞよろしくお願いいたします。